ロケット打ちたいな。ロケットどっかにねえかな。あー、ロケット打ちたいな。こういう大きいロケット打ちたいな。あー、どっかにないかな。え、ロケット打ちたい。ロケットが打ちたいか。ロケットが打ちたいか。はい。というわけで今回ロケットを持ってきてくださったこの方は誰なのでしょうか。いつも YouTube でゲーム実況しておりますドズルと申します。今回ドズルさんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、というわけでドズルさん、今日は何を教えていただけるのですか。はい、今日はですね、ちょっとクラロワ1周年を記念いたしまして、スーパーセルから指令を受けてクラッシュロワイヤルを広めに来ました。ほー、なるほどなるほど。クラッシュロワイヤルってどういうゲームなのでしょうか。クラッシュロワイヤルとはこういうゲームです。こちらです。なるほど、面白そうですね。やってみましょう。やってみたいです。やってみましょう。はい、ロケット飛ばせるんですよね。ロケット飛ばせる。飛ばせますよね。ロケットいくらでも飛ばせます。ロケット飛ばせるならやります。じゃあまずクラッシュロワイヤルのカードの使い方っていうのをやってみましょうか。はい、クラッシュロワイヤルいろいろなカードを組み合わせて攻めたり守ったりしていくので、とりあえず今日使っていくカードの特性を覚えていきましょう。はい、ありがとうございます。まずこいつなんですけど、こいつはゴーレムといってすごい体力があるカードです。なるほど。動きは遅いものの頑丈なユニットで建物だけを攻撃する。そうですね。なんでタンク型でみんなの前衛に立って、みんな守ってくれる役目ですね。ほう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 。そしてこれが、これがロケットです。本命ですね。本命です。こちらが本命です。攻撃力マックスの攻撃呪文なんですけれども、まあ、タワーをやっつけるもよし、相手のユニットをやっつけるもよしで、非常に攻撃力が高いんですが、まあ、すごいコストが高いので、まあ、使うところを見極めて使っていきたいって感じですね。ほうほうほう。範囲が狭いんですか。そうです。範囲が狭くて、打ってからかなり着弾まで時間がかかるので、結構テクニカルなカードになってきます。動いてる敵だと逃げられちゃう可能性も。そうなんですよ。はい、なんでしっかり狙って敵がここに来るだろうなっていうのを予想して打ったりだとか、相手の建物系に打ったりして、アドバンテージを取っていくっていうカードですね。なるほどなるほど。ではドズルさん、はい、ちょっとクラロワを実際やってみたいんですけど、実際触りながら練習してみましょうか。はい、ちょっといろいろ教えてください。お願いします。お願いします。まずはゴーレムを一番後ろから出していきます。左からいきましょうか。はい、ここ置きますね。はい、 OK です。いってらっしゃい。相手もジャイアントで攻めてきてるんで、相手のジャイアントをスケルトンで囲ん でゴーレムをそのまま進行させましょう。ウィーウィー言ってます、ね、今ここですね。 OK です。はい、いってらっしゃい。これでジャイアント囲んで一気にジャイアントをリンチしてボコボコだ。わあ、すごい。さあ、ここであえてエリクサーポンプっていう施設を建てたので、はい、こいつをロケットで破壊してみましょうか。なるほど。できればタワーを巻き込んで攻撃してあげると。そうです、ここら辺ですね。完璧。はい、オッケー。あ、これで2つとも効果抜群ですね。ロケットで巻き込んでドーン。おー、なるほどなるほど。さらにスケルトンとスケルトンの盾の部隊でジャイアントを囲んであげます。よし、オッケーオッケー。あー、完璧です。これで、おお、すごい、やばい、乱闘が、やばいやばい。これ結構相手攻め込まれてますが、まあ、ウィザーズの攻撃力高いんで、なんとか守ってくれるかなって言ったら。あ、本当だ本当だ。あ、すごい来ましたよ。じゃあこれゴーレムをウィザードの前につけれますか。はい、ゴーレムをウィザードの前。ここら辺。そうそう。はい。オッケー。これで完璧系ができましたね。おお。これもゴレイズって言ってクラロワではもうかなり強いペアです。あ、なるほど。そう、最強の盾と最強の矛が一緒になって。あ、本当だ。後ろから頑張ってくれてますね。これでタワー落としました。わあ、すごい。じゃあ次相手がジャイアント出してきたんで、はい、ジャイアントの周りにスケルトン、そしてその後ろにネクロマンサーっていう組み合わせでいってみましょうか。はい。じゃあもう置いちゃいますね。オッケーです。はい。さあ、そしてネクロマンサー。ネクロマンサー。オッケー。はい。完璧です。こうすることによってジャイアントを囲みつつ、前にいるあの後ろにいるバーバリアンもやっつけてくれます。おお、あ、すごい相手でも来ましたね。じゃあウィザードも追加で後ろから出してあげましょう。はい、ネクロと一緒に。オッケー。あ、これも細かい警官がすごい相手がかなり完璧。マラソンみたいにこのままもう時間切れで、あのこちらが一つタワーを落としてるんで勝利となりますね。あ、なるほどなるほど。あ、ありがとうございます。あ、勝ちましたね。オッケーです、オッケーです。ありがとうございます。はい、というわけでドズルさん、ありがとうございます。わ、はい、かりやすい説明。いえいえ、一通りやり方が分かったので、はい、ちょっと次本番というか、いきましょうか。実践的な戦いをしてみますね。まあ、ロケットをうまく使って勝利を勝ち取りたいですね。そうですね、はい、ロケットを使うことが僕の夢ですからそうですね、はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。
じゃあちょっとドズルさんのアドバイスも受けつつ、はい、まず戦ってみま す。やっていきましょう。よし、まずはさあ、まずはよろしくよろしく起こりましょうか。オッケー、よろしく。挨拶大事ですからね。大事ですね。はい、さあ、相手ゴブリンできたんで、ここは、ね、どうします。ここはまずネクロマンサーを。オッケーオッケー。そう、しっかり何とか頑張って。オッケー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 、大丈夫です、ね、まだ、はい、まだここですね。そうですね、そうですね。エリクサーを使いすぎちゃうと一気にやられてしまうので、ここはネクロマンサーと相性。あ、ここは相手のエリクサーポンプをロケットで、ロケットでいけ。ここでどさくさに紛れて相手のお城もやっちゃいましょう。これはいいですよ。あ、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。そうです、使いすぎたらよくありませんからね。そうですね、お金もコストもそうですよね。軍団をスケルトン部隊で対処してもらいましょう。オッケーオッケー。相手ジャイアントを後ろから出してきましたね。なるほど。今度次、じゃあ相手がジャイアントを攻め込まれたタイミングでスケルトンの2人で囲んでみましょうか。はい、じゃあここ行くか。もうちょっと貯めて、ここか。オッケー、いけ。さらにスケルトンで重ねていきましょう。オッケーオッケー、いけ。あ、いいですね。あ、ジャイアント硬いけど、強い強い強い。オッケーオッケーオッケー、なんとかなった。さ、相手のバーバリアンに対してウィザードで対応していきましょうか。はい、よいしょ。あ、ネクロマンサー出しちゃった。大丈夫だ。あ、大丈夫大丈夫、一緒の役割ですね。オッケー、これでなんとか守りながら、よし、ここで、よし。あ、ロケット飛ばしますね。ロケット行こう。ちょっとここを、オッケー、これで相手の施設を巻き込みつつ、あ、オッケーオッケーオッケー。あ、みんないなくなっちゃった。どうしようどうしよう。次にじゃあこっちから仕掛けてみましょうか。はい、ゴーレムが溜まったらゴーレム後ろから出していきましょう。はい、ちょっとやばい、エリクサがないけども、オッケー。あ、ゼロになっちゃった。でも言っちゃいます。まだここから、ここからですね。ここから溜まっていきます、溜まっていきます。あと60秒。オッケー、じゃあゴーレムの後ろにウィザードつけてみますか。はい、ゴレイズの完成。最強コンボですね。最強コンボですね。だけど相手もなかなか。さあ、これジャイアントの周りにスケルトン出した方がいいかも。やばい、スケルトン頑張れ。かなりいい勝負。さあ、どうだ。いいっすね、いいっすね。やばい、ウィザードがもうちょっと出してほしい。さあ、どうだ。ここ、抜くのほうが置きますね。オッケーオッケー、頑張れ。あー、そうそう、でも、大丈夫。どうしよう、これはロケットででもひとまずロケットここやっちゃいますね。オッケー、これで多分あっちの左のタワーを落とせる。オッケー、あー、そうそう、落とした、落とした、落とした。あと守って、あと守って、守って、スケルトン、なんとか、なんとか、スケルトン、どんどん出そう、なんとかして、なんとかして、やばい、やばい、あー、くそー、やばい、ゾーンです。今1対1、1対1、とりあえず守って、とりあえず守って、オッケーオッケーオッケー。じゃあスケルトンの後ろからウィザード出してみましょうか。はい、いってらっしゃい。いけ、これもかなり厄介ですよ。スケルトン、スケルトン、スケルトン、かなり攻撃力高いんで。これってどうすれば勝ちですか。これはもう一つどっちかがタワーを落とせば、その時点で試合終了になります。となると、はい、右を狙った方が早いですか、ね、そうですね、右の方が体力は少ないですね。ちょっとゴーレムを、オッケー、ゴーレムから組み立てていきましょう。オッケー、さあ、右、じゃあゴーレムの後ろからネクロマンサーで援護射撃しましょう。はい、いってらっしゃい。あ、敵が来てる。左、左スケルトン、左スケルトン、いってらっしゃい。オッケーオッケーオッケー。いや、守ってる守ってる、オッケー。いいんじゃないですか、これ。これ左、右決まったじゃないですか。あ、スケルトンたちが橋を渡ってる。オッケーオッケー。さらにロケットで追撃しましょうか。いきますか。右のタワー行きましょう。じゃあ、こっからもう、さあ、いけ。2つとも狙います。さあ、どうだ。決まれ、ロケット、オッケー、完璧です、やったー。よし、オッケー、挑戦勝利。よし、ロケットで決まりましたね。そうですね、はい。いやー、いいんじゃないですか、今の。完璧ですね。ありがとうございました。なんとか無事勝てました、延長戦で。あの、ウィザードとかネクロマンサーとかゴーレムとか、すごい使いにくいというか、上級者テクニックが必要なカードをうまく使って、コンボ決めてましたね。ゴーレムの後ろにネクロマンサーとかを置くのがやっぱ強いんですね。はいはいはい、そうですね、タンク系とあの高火力系の組み合わせのコンボがきっちり決まってたんで、あれが気持ちよかったですね。あのクラロワが一周年記念ということで、はい、そうなんですよ。なんかいろいろあるみたいですね。はい、今日皮切りにですね、1週間コラボウィークということで、私ドズルとそしてキヨキヨさんがいろいろな YouTuber の元を訪れて、コラボさせていただくという企画でございます。おー、で最後にはエキシビジョンマッチということで、僕と、キヨキヨさんの直接対決もあるので、ほうほう、ぜひ見ていただければなと思います。ドズルさん、ちなみに使うデッキみたいなのは、はい、いや、今日はじめさんが使ったこのはじめロケットを僕が使って最終決戦臨みたいと思います。ああ、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにお相手の方はキヨキヨさんはヒカキンさんとコラボして、ヒカキンさんと編み出したデッキでこ
っちに挑んでくるんじゃないかな。なるほど、はい、もう2対2みたいなもんですね。そうですね、はい。そしてなんと豪華なプレゼントもあるみたいなんですけど。そうなんです、はい。iTunes カードもしくは Google プレイカード30万円分総額、プレゼント企画がございますので、詳しくは概要欄見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ぜひチェックしてみてください。というわけでクラッシュロワイヤル動画の下からダウンロードできますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。